にちは、レントルパブです。今日はですね、リクエストにお答えする動画となっております。今回のね、リクエスト、読んでみたいと思います。顔面ウェルカムライトに、チャレンジしようと思っていますけど、間接照明連動化にしていない場合、マイナスはどこの部分から何色の線につなげばいいでしょうかという質問をいただきました。はい、顔面ウェルカムライトっていうのはですね、グリルですね、車外なんですけども、グリルと、バンパーのところにですね、LED を仕込んでるんですけども、それがですね、間接照明と連動して、まあ、あのキーがロックしている状態ですね。ドアロックしている状態で、スマートキーを持って近づくと、表の LED がボワーンと光ると、間接照明と同じような光り方をする、DIY です。で、ポジション連動化っていうのは、本来ですね、その間接照明っていうのは、運転席右側のボタンを押さないと、点灯しないんですけども、まあ、ポジションをオンにすることによってそれに連動する、いじり方っていうのもご紹介してるんですけども、それはなしで、まあ、間接照明に普通に連動するだけでいいのでっていうのと、まあ、あと、多分プラスは、どこにつなぐか分かってらっしゃると思うんで、マイナスを教えてほしいということなんでね、今回はとりあえずプラスとマイナスをつなぐやり方をお伝えしたいと思います。で、一応2パターンあるんですけども、一つは間接照明から電源を取る方法と、あとは、常時電源から取ってループ線というのがマイナスに、あるんですけども、それをちょっとご紹介したいと思います。で、用意するものもね、教えていただきたいということなんで、用意するものはね、この下の、説明欄の方、動画の説明欄に、全部貼っておきますので、そちらでご確認ください。では今からちょっと、見ていきたいと思います。はい、それではですね、配線の方を確認していきたいと思います。まずね、助手席側の、キックパネルと、ステップの部分、作業しやすいように外してください。で、あとですね、この配線たくさんある中でですね、この中に一番右下の方にですね、もうちょっと分かりやすいように外したんですけども、黒いこういうコネクターがあります。で、このコネクターにはね、青と赤の線が2本ずつ上下に並んでるんですけども、ちょっと分かりにくいですけども、まあ、そのね、日本線のうちの内側ですね、内側の方の、赤、青、どちらでも構わないんで、そちらをエレクトロタップで分岐します。で、これがね、接続先のプラス側になります。で、この青と赤の違いっていうのは、まあ、室内の、間接照明、右と左ありますよね。はい。で、こちらの、右と左っていうのが赤と青で分けられているようです。ここですね。で、プラス線はこちらから取っていただければいいと思います。はい、それではね、マイナスの方なんですけども、助手席足元、キックパネルの上の方にですね、ここにね、白く丸い線が見えると思います。これですね。丸い線ですね。これ。これがマイナス側、つないでいただくと、間接照明と連動して、もわーんとついたり、もわーんと消えたりとか、いう形になります。で、通常ね、ドアミラーにつけるウェルカムライトのマイナスもこちらから引っ張りますんで、一応、間接照明連動にはなると思います。で、これをね、車外に引っ張るにはですね、コーナーポールのカプラーですね、これなんですけども、これ、質問された方は、もうすでに購入しているということなんで、一応、説明欄にリンクを貼っておきますけども、このコネクタを差し込むと、ここに配線が出てきてます。で、この配線ね、実はね、エンジンルーム内に繋がってますので、まあ、ここからね、分岐した配線をこのように擬干しで繋いで、で、エンジンルーム側にも同じコネクターがありますので、それを、そこから電源を取ると、室外でも、まあ、室内の電源を取り入れることができるということになります。ではね、ちょっとボンネットの方も見て、中の方ね、見てみたいと思います。はい、それでは、エンジンルーム内の方、見ていきたいと思います。私の車はですね、ハイブリッドなんで、こちらに、ハイブリッドの、まあ、ちょっと何かわからないですけども、シルバーのカバーがあります。で、ガソリン車の場合はね、ここにバッテリーがありますので、その右側ですね、右側に、グレーのコネクターが最初ね、これなんですけども、最初はね、ビニールテープでぐるぐる巻きに防水処理されてます。で、そのビニールテープを外していただいて、一応コネクタ、購入したコネクタ、白とグレーのコネクタが購入するとついてきますので、グレーの方ですね、そちらの方を、挿していただくと、室内との、配線が、接続される状態になります。
で、そこから出てるコネクターから出てるね、線から、LED の配線を接続することによって、室内のお好みの配線ですね、今回で言うと、間接照明の、連動になります。で、あとね、ガソリン車だけに使える技なんですけども、ここにまあ、ガソリン車の場合バッテリーがあるわけなんで、プラス側をバッテリーから直接引いていただいても構いません。で、室内から引くのは先ほど説明したあの白のループ線ですね。あちらから、分岐した配線をこちらのコネクタですね。先ほどグレーのコネクタに、接続して、で、こちらからグレーのコネクタから、室内のループ線、引っ張ってきた線を LED のマイナスにつなぐと間接照明の連動化になります。はい、いかがだったでしょうか。わかりましたでしょうか。まあ、二通りですね。まず一つは、黒のコネクターの、2本線がありますので、下の内側ですね。内側の、青もしくは赤にエレクトロタップを分岐して、そのまま、延長すると。で、マイナスはループ線ですね。ちょっと覗き込んでもらったらビニールテープで巻かれた線がありますので、白いループ線。ありますんで、そこにエレクトロタップをかまして、それをマイナスにつなぐと。であともう一つですね、あともう一つはバッテリー、ガソリン車限定になりますけども、バッテリーのプラスから、そのまま LED の、プラスに接続して、室内からはですね、あのループ線から、引っ張って、LED のマイナスに接続すれば OK かと思います。あとそうですね、注意点はね、特に今回、まあ、バッテリーを外したりする必要はありませんので、まあ、あの簡単な作業と思いますけども、ちょっとあの最初どの線か分かりにくいかも分からないんでね、よく見ながら、やってください。では今回の動画は以上となります。またリクエストの方、受け付けておりますので、どしどし、ご質問ください。本日のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、おまけ映像です。ですね、私の車ですね、ボンネットダンパーというのを装着してますので、そちらをちょっとお見せしたいと思います。今ね、ボンネットロック解除してますので、あとはここのロックを外すと、このようにね、自動的に全開放してくれると。ね、支えもいらなくて、作業効率がかなり高くなりますんで、まあ、ちょっとこれはおすすめですね、ボンネットダンパーという形で。でこれの取り付け方もね、まあ、写真の方ですけども、動画の方にして、アップしてますので、よろしかったら見てください。で、こちらの商品のリンクもね、説明欄に貼っておりますので、よかったら取り付けてみてはいかがでしょうか。